今は、韓国、だろうか、そこをどうしたいか、という執着が不意にある感覚は残る。脚本家の橋田壽賀子氏が願ったのは何か、ともかく、暴挙、それを考えるなら朝鮮、その、戦争前の姿、だろうか。北朝鮮は奴隷からの脱却を目指し、韓国は欧米の、非をもとに発展を目指した。そういうイメージのままで、朝鮮という国はもう、ない。日本には、古くから因縁ある国、ではある。ひどい状態。という話も聞く、その未来は。獣フレンズ、にしろ？馬娘プリティダービー、にしろ？動物としての、家畜としての人間、というもの、その肯定に妙な執着がある、感覚もあって。もちろん特に女性への要求？だ、一部はそうでなければ昭和、その継続はない。倫理上は、さすがに肯定できないが、メディアはそうでもない感覚はある。古き良き理想。